敬天愛人、西郷隆盛が好んで唱えたと言われているこの言葉を建学の精神に掲げ、私たち敬愛大学は今を遡ること半世紀前にその産声を上げました。1966年、景色が桜色に染まる4月、千葉市の北西に位置する稲毛の地に降り立った学園の創立者長瀞正治は、この地に敬愛大学の前身となる千葉敬愛経済大学を創設しました。稲毛キャンパスの敷地面積はおよそ1万坪。校舎は4階建ての現在の1号館だけでした。記念すべき第1期入学生は経済学部経済学科の50名。地域に密着した学び屋として、当時から多くの志高い若者たちが在籍していました。創立当時もキャンパスへの最寄り駅は稲毛駅。当時は牧歌的な佇まいを見せていた駅前も、大学の発展と歩みを合わせるかのようにその景色を変えていきました。創立翌年の1967年には教職課程を設置し、敬愛大学の学びの精神を受け継いだ若者が教育の場へ巣立つ礎を築きました。1997年には新たに国際学部国際協力学科を桜キャンパスに設置。グローバル化が加速する社会に対応し、世界へ羽ばたく若者を積極的に支援する教育体制を整えました。2006年には国際学科に名称を変更し、国際学専攻と地域子ども教育専攻の2専攻を設置するなど、学びの質の向上と意欲に応える体制を整えました。こうした学部学科の拡充に伴い、2008年12月に稲毛キャンパスに新校舎3号館を建設。この建物は学生のための空間をコンセプトとした校舎です。これを機に国際学部を稲毛キャンパスに統合。また2011年に国際学部には子ども学科を、2013年には経済学部に経営学科を新設し、現在の2学部4学科体制を確立しました。2011年には千葉一番プロジェクトを発足させました。これは社会や企業が求める社会人基礎力を1年次から卒業までの間に段階的に学ぶことができる敬愛大学独自の就業力育成プログラムです。日本の空の玄関口、成田国際空港が位置する千葉県。その千葉県で半世紀にわたり若者への教育に携わってきた私たち敬愛大学。地域に根ざした優秀な人材の育成は
私たちにとっての大きな目標であり、誇りでもあります。これからも夢を持った若者をグローバルな社会へ送り出してまいります。近年、大学は学びの場としての役割、魅力が薄らいできたと言われています。しかし、私たち敬愛大学は創立以来半世紀にわたって、ここに集う学生たち、そして地域社会とともに、さまざまな挑戦と改革を行ってきました。建学の精神である敬天愛人の思いを胸に、ここから羽ばたいた学生は今までにおよそ14,000名。ここで学んだ知識や経験、仲間とともに身近な地域、そして世界中で活躍しています。今までの半世紀からこれからの半世紀へ、希望を輝く未来へ向けて、私たち敬愛大学は今日も歩み続けます。